お疲れ様です。バーファイ YouTube 支店バーテンダーのナオトです。今月もバーボンの知識強化月間ということでバーボンの知識を深めていきましょう。今日覚えていくのはこちら。同じ名前のバーボンでも違う蒸留所が作っている場合があるか、簡単に説明していきたいと思います。バーボンウイスキーの中では全く同じ名前だけれども作ってる蒸留所は全然違うし味も全然違う。さらにバーボンでなくてアメリカンブレンデッドウイスキーになっても全く同じという名前が使われていることはよくある話です。しかし同じ時代ではありえません。これはどういうことなのか、わかりやすくアーリータイムスで例えてみましょう。アーリータイムスは元はアーリータイムス蒸留所、その後拠点をルイビルに移しブラウンフォーマン社の元ダウンタウン蒸留所で作られていました。しかし現在ではサゼラック社のバートン1792蒸留所でバーボンウイスキーではなくアメリカンブレンデッドウイスキーとして作られています。これはブラウンフォーマン社からサゼラック社がアーリータイムスの商標そしてブランド権を購入したからです。ブランド権商標を購入すれば全く違う味でもこれがうちのアーリータイムスだよとしてリリースすることができます。僕が5というウイスキーを作ります。佐藤さんが僕から5というウイスキーのブランド権を購入しました。そうすると佐藤さんの出す5というウイスキーをリリースすることができるということです。簡単でしたがお分かりいただけましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。